あったか湯河原はじめぐり、湯河原町商工会が企画したあったか湯河原はじめぐりは、町を彩る湯河原町自慢の飲食店を発見するイベント。湯河原町にこんなお店があったかのあったか湯河原。湯河原自慢の温泉にゆっくり浸かる旅がてら、飲食も堪能してほしいのです。温泉もあったか湯河原、湯治場として古くから多くの人をお出迎えし、おもてなししてきた湯河原町。湯河原町の人もあったか。そんなあったか湯河原味めぐりを企画運営している湯河原町商工会会長石倉さんに開催の思いを伺いました。湯河原温泉は温泉だけじゃないっていうことがありましたんで、そこで飲食ということでスポットを当ててみました。まあこの参加メンバーもいろいろありましたけど、本当にやる気のある方を探しまして、やっと軌道に乗るようになりました。湯河原全体の明るくなってくる。で、湯河原地区っていうのはまあ幅広い海から山もありますんで、湯河原全体を知ってもらいたいなっていうのが私のポイントだと思っております。あったか湯河原味めぐりは2014年10月1日から12月25日までおよそ3ヶ月にわたって開催されます。湯河原町ブランドとなる飲食店は15店舗。多彩なジャンル、そしてあったか湯河原味めぐりのために用意された自慢の一品が登場します。今回ご紹介する店舗は、湯河原の原点がここにある中華料理紅玉。湯河原がお客様をお迎えする原点がここにある中華料理の紅玉は、笑顔が素敵なおかみがおもてなしをしてくれますよ。皆さんに気軽に楽しみに寄っていただけるような大衆的なお店です。なるほど、親しみやすさが人気の秘密なんですね。おすすめの定番メニューを教えてください。どれでもおすすめできるんですけれども、特にサンマーメン、チャーハン、料理物としたら酢豚とか天津飯とか、もう入り出したら切りないくらい皆さんで、ハマってる方がいらっしゃるもので、ハマっちゃうのも納得。あったか湯河原味めぐり開催のための特別な一品は、ぬか漬けなんですよ。ぬか漬けですか？ぬか漬けはもう何十年も漬けているんですけれども、ノリスケさんとおっしゃるとこのご夫妻がよくねうちに来てくださって、一杯飲む時にはねぬか漬け出してあげたらね、ママ一本だけでちょうだいって言ってからね、一本漬け出すようになったんですけど、それがなんともね美味しいということで、くぅ、こりゃたまりません。他にも特別なメニューがあるんですよね。ビーフカレーです。ビーフカレーを皆さんまかないでもってね作り出したら、皆さん食べたらすごく美味しいということでね、今度のイベントでぜひまかないとのそれでやってもらいたいということでね、腕を振るって主人に作っていただいて、それから店に出していこうかなと思いました。お店のまかない飯として出していたビーフカレー1200円。スープが命の中華料理店がそのスープをビーフカレーに応用しました。ちょっとピリ辛のコクがあるビーフカレーをぜひ。あとキュウリもお忘れなく。このイベントを通じてね、皆さんに本当に湯河原って温泉もいいけど、町の人たちどの店に入ってももう本当にねお人柄とかいい人ばかりいるなっていうような感じにね見えたら、もう来るなりねもう笑顔で皆さん迎えて楽しかった美味しかったっていうようなあれでね、そういうことからちっちゃいことから大きく膨らましてね、このイベントを通じてねお客さんにいい印象を与えて、湯河原にもう何回でもね来ていただけるようなねイベントにしたいなと思ってます。あったか湯河原味めぐりは湯河原に行かないと食べられない一品。
えりすぐりの15店舗、皆さんに満足してもらい笑顔になってもらおうと気合入ってますね。あったか湯河原味巡りに参加しているお店情報や地図が掲載されたパンフレットが湯河原町商工会湯河原駅前観光案内所などで無料配布されています。パンフレットにあるスタンプシート5店舗以上巡るとオリジナルの湯河原グッズがゲットできます。あったか湯河原味巡りは2014年10月1日から12月25日まで。 Facebook あったか湯河原ではお店の最新情報も掲載。皆さんにもあったか湯河原味巡りで写真アップや感想など積極的に投稿していただきたいです。湯河原町商工会ホームページでも情報を掲載、ぜひチェックしてください。湯河原町を盛り上げようと15店舗が協力し合って皆さんのお越しをお待ちしています。あったか湯河原、次のお店は鳥助さんです。女性客が多くて味わい深い焼き鳥のお店です。